はい、じゃあ妖怪ウォッチ続きやっていきましょう。2パートぐらい前なんですけど、冒頭が何分か多分抜けちゃってたみたいで、妖怪アーク失礼しました。リアルで妖怪アーク買ってきたんだけど、そう、妖怪アーク買ってきたんだけど、使ってるスマホが iPhone6 なんで、待って、メニューが開け、あれ、メニューが開けないぞ。え、メニュー何で開くんだ。あ、ダメ、もしかして。運外鏡。待って、いける。ヘロー、あ、いける。そう、iPhone6 のせいで、妖怪アークの読み込みができないっていうところを喋ってた部分が、なぜかカットというか、入ってなかったのかな。さっき編集してて、ちょうどその冒頭がなかったからさ、なんか途切れちゃってたみたいで。あゆみちゃんの10年から聞いてよ。せっかく買ってきたのによ、どうしようかなって言ってて、何か代替案がないかなっていうところだけなぜか入ってたんだよね。代替案は今のところ見つかっておりません。よし、ダディ、よし、行くぜ、みんな。中学校の中入るようになってたことかな、これじゃ。はい、そうね。メンバーはさ、やっぱでもみんな変異が強いよねって最近は思ってますね。で、そのみんな変異を待ってる間に秋のりとかで、あ、入れるわけじゃないのか。そう、みんな変異を待ってる間に秋のりとかで時間を使う感じかなって。あ、普通にエンカウントでいるんだな。このオロチはあれか、手形のオロチがこれか。そうだね。お、せっかくだからやってみるか。また分身するのか、お前。あれ4人もいたっけ。前回と同じ感じだったらなんとかいけるんだけど、やばくない？なんかすげえ減ったけど。もうみんな変化をどんどん使っていく感じでいくしかないような。てか HP 減っちゃうから回復するといいんだよね。あ、して回復するのね。なんかいっ、おお、強いな。結構ゴリゴリでいかないと。もうすぐ使った。1体いなくなるだけでだいぶ違うから。まだいけるな。あと100機さんが やれてない。あ、すげえ回復すんな。これちょっとまだ無理か。うーわ、これ無理だね。ダメだ、全然勝てる気しないよこれ。これどこで戻るんだっけな。一応降参ができるんだけど、どっかから戻ることができます。いやー、戦い方を見直す以前の問題だったねこれね。うわー、なんだこりゃ。体育館だけ前回入れたんだよな、ヘビーワングランプリで。
あやみさんと坂上くん、なんてすげえとこでやってんだ。屋上にいたんじゃないの？あれ？どうしたのこんな顔して。とにかく無事でよかったです。うん、友達？うわあ、もう本性出した。可愛いしも。おお。急展開だな。うわぁ気持ち悪い。ジョローグも妖怪に。残念だったね、コブタちゃん。この体も姫のあやめのものじゃなくて、立てるのからこのジョローグも様のものになったさ。姫のあやめ、ああ。なんか言い方だとさ、あの坂見くんとかだとさ、あの四天童子が変化したのが坂見くんだったけど、この感じだと姫のさんの中にジョローグもが入ってたって感じなのかな。そんな姫ではないだと。あ、姫ではそうだよね。鬼、鬼だもんね。鬼の姫だもんね。でもこれジョロウグモだもんな。へえー、姫じゃなかったって。姫まだ違うのか。これは島内先生。あら先生まで。どうけってなった。先生が凍結？すげえな。余計な力つけろって。おお、一旦離脱。主戦同時の力をあれだね、手に入れた感じか。まさかの凍結と共闘。助けてたというのに例の一つもいいようだな。凍結、どうして僕たちを助けたんだ。まぬけな質問だな。生徒を試験から守る教師です。教師として当然のことだろう。お、教師やってるか。まあ好きなだけ疑えばいいさ。だが残された時間も長くはない。姫のあやめと坂見ハリア、ほっとけばあの二人はジョローグモに殺される。あ、やっぱ姫野さんは別人格なんだね。姫のあやめの意識はかろうじてジョローグモの中に残ってるが、力尽きる前にジョローグモを倒せなければ人間としての意味でそこで終わるだろう。まずい。お前たちとっておきの切り札をくれてる。あ、剣くれるんだ。あらゆる邪気を断ち切る養成剣、剣舞法天府のありかへ導く鍵。あ、取りに行くだけなのか。ねえ、養成剣を求める理由などお前たちには関係ないことだ。急がねば二人とも救えんぞ。じゃあまた妖魔界に行くんだな。それはお前たち次第だ。この鍵が導く場所、法剣殿の試練を超えねばまた試験か。これは俺、お前たちのもの。法剣殿には俺もついていく。おう、もうよし。おお、いいねいいね。川の方向に反応している。お、そういえば今日は四天童子と一緒じゃないんだ。あ、四天童子のあれかね。まだ分かってないんだもんね。一応キュッピー回復は大丈夫だよな。一応しとくか。あ、こっちか。なんかいろいろと話したいんだけどさ、画面、おお、あれだね、凍結が走ってくるの、なんか新鮮だね。じゃあ移動しながら走るか。なんか喋りたいんだけどさ、なんかがあるとそっちに気を取られちゃうからなかなか難しいんだよね。ワンコどうした？リスパーが追ってくるぜ。どうやって走ってくるの面白いわ。あれ、何の話したっけ。あ、そうだ、妖怪アークは、妖怪アークは無理だったって話しましたから、休止しばらくしてて、それから久しぶりにまた休止してからの復帰ですね。初めての妖怪ウォッチは、まあ、その前に何個か撮ってるんだけど、妖怪ウォッチはこれ今回初めて撮るんだけど、まあいろいろとこっちでもまた話すけど、まあパソコンのメモリ不足と Wi-Fi の、接続じゃないか、業者が変わった、そのせいでなんかいろいろとあって、まあ、両方ダメだったんですよね。で、新しい Wi-Fi ルーター買ってパソコンのメモリも増設しました。で、
まあそれ自体は1週間ぐらいで終わったのか。でいろいろと、まあ、ちゃんと撮れるかどうかとかの設定とかもしてたから、まあ1週間弱、2週間まではいかなかったと思うんだけど、ちゃんとごめんなさい、いつだったか覚えてないけど、まあ、やってなんとか復帰することができました。プレステ4はさ、あの Wi-Fi が復旧した段階で、 Wi-Fi の方が確か先に復旧したんだよね。だけど、まあ、その段階でさ、妖怪ウォッチはできたんだけどさ、まあのんびりポケモンやってましたと。だからポケモン12時間くらい、今回なんか進みがすごい遅い気がしてさ、あ、ここね、ついちゃったよ。15時間くらいかやってるけど、まだバッジが5つ目とかなんだよね。エンカウント率こんな高かったっけなみたいなさ、そんな感じでさ。で、まあポケモンやってて、冒険できますか。はい、あとは、うわあ、なんだこれ、あいつ、ああ、海の中だ、冒険で、ちょっと今月お金使いすぎ、今月じゃないか、もう12月になってたんだけど、11月ちょっとお金使いすぎてさ、なんかいろいろ久しぶりに服とか、黄金のマンタでは、へえ、ちょっとお金使いすぎちゃってちょっとやべえんだよなって。先生の免許、お、免許持ち出してきた。いいね、運外機をとりあえずこれ広げとくといいよな。生徒たち一応関係あるんだけどな。これエレベーター封印されている。ごめんだこだって。こいつシャドウサイドになったら何なのかな。あ、ズッキウシがいる。てかいっぱいいるな。ああ、これ同血でいるうちに戦っとくべきなのでは。まあ、設備関係はここら辺ぐらいしか取ってないか。そうだよね、服買っちゃったのと、まあ、ポケモンカードをやっぱり結構買いすぎたのと、久しぶりに一番くじ買いすぎたのと、福袋の役に3つぐらいしちゃったのと、相当買ったんだよね。あとあれが車検だったんだよな。車検のお金が払い、でも払い終わったからなんとか一括で無理だったとか、そこら辺が全部含まれててやばかった。でこれから引っ越しでまたお金かかるんだけど、どうしましょう。あ、時間が間に合わなかった。なけなしのボーナスは引っ越しの代金で消えますね。なんであれさ、あの初期費用って、初期費用ってあんなかかんの、びっくりしたわ。何倍だって、家賃6万ぐらいなら、なんで初期費用でさ30万ぐらい取られる、意味わかんないよね。ズッキウシとズッキウシか。ズッキウシもう初めからもうあれか、変化してるのはずるいよな。待って、もう昏睡になってきたらいいんですね。こっちか。ズッキウシ結構取れるな。オンゲー、どうよ、おお、2人いた。あとはなんだろうね。おっ、来寒くなったよね、すごくね。286はいいな。で今ちょっとまた掛け布団かけながらやってるから、もしかしたらゴソゴソとした音が入っちゃうかもしれないけど、でもスマホだと結構ね拾っちゃうんだよね。
今一応マイク別のマイク使ってるからそこまで入んないと思うけど、ガタガタ音入っちゃったら申し訳ないです。あとは休止中にさ、ショート動画作ってたんだけど、一応継続はします。不定期だけど、ちょっと面白かった自分が、まあ自分がちょっと面白かった作ってて、だからまあ不定期で暇な時、ちょっと時間余ったなって思う時は作っていこうかなとは思いますね。んで上上がれるのかな、上がれるんだ。だけどびっくりマークが出てるのはこれが最上階かな、だからとりあえず上を行けばいいのか。まずとりあえずポケモンの対戦動画の切り抜きみたいな今感じのやつ上げてると思うんだけど、あれを一通り一回やって、あ、玄武かカメラよね、触ってみますか。え、玄武って尻尾があれなんだ、蛇なんだ。あ、封印が解けるのね。で、上に行けるようになりました。へー、アイテムだけ見たい。スナイパーショットはいいな。シューターだよな。スナイパーショット、敵から離れるほど、敵から離れるほどクリティカル率アップ。へー、まだジュニアいるもんな。降りてっかな。あ、違う、マンタかと思ったらカメだったな。一応竜宮城っていうあれかな。もう喋ってること忘れちゃったよ。ヒーズキューシー。あ、ショート動画の話か。で、まあショート動画は再生数自分の中にしては比べ、自分の中にしてはだいぶすごかったね。びっくりしちゃった。多いやつで3000ぐらいだったかな。で、1500ぐらいが何個と、で、多分あれ、おすすめかなんかに出なかったやつが二重再生とかで、そういう感じなんだよね。この上にあるのか。まあ、再生数は取れるけど、チャンネル登録者数に関してはそこまで増えなかったかな。だからまあ、趣味の範囲かな。まあ、面白かったから、いいかなっていう感じではあるんですけど。で、ポケモン一通り切り抜き終わったら、別のっていうかな、なんか他のもパート1だけやろうかなって。たまごっちのお店ってパート1を1分だけでやって、残りは実況見てくださいみたいな、そういうあれにしようかなとも今ちょっと思ってますね。なんか総集編作りたいみたいな話はずっとしてたんだけど、ずっとしてたっていうか思ってたんだけど、なんかどっか一回生放送でしたよね。まあショートっていうのをようやく知ったからさ、これでやっていきますよ。ポケモンの対戦動画も全部切り抜くわけじゃなくてさ、見どころがあるやつだけ、もう何個か飛ばしてるんだよね。これはまあ普通に、なんか普通に戦って終わったなみたいなやつは、昆布さん特に何もしないで次のやつやっちゃってるなと。どうぞ。追撃は何だろう。コンシー。やっぱコンシーはある一定でなるよね。サボってんのかそれ。なんかみんなすごい勢いで倒したのか。ほら、本当に
おお、運動機動じゃん。ローケットが褒められてやる気あって面白いな。みんなさりげに待ってあれだったな。回復したな。あ、一応この道で合ってたんだね。で、引っ越しは一応ほぼ確定してて、1月いっぱい何もなければ1月いっぱいで全部終わるかなっていう感じですね。部屋は決まってるんだけど、これから内見行ってきて本当にこれでいいのかいみたいな感じだからさ、それで実際に見てみて、行った時はさ、まだ部屋が空いてなくて、下にあんな、全部ちょっと回りたいな、せっかくだから。こっちからじゃ行けなさそうだね。もう会社コインいいね。で、そう、部屋を見て、決まったらぼちぼち引っ越しするっていう感じですね。初めの方は、なんか今行ったり来たり、実家と新居を行ったり来たりする感じ。で、車で、あ、どっちにしろ取れないのか。車で少しずつ荷物を運ぶ感じになるから、ワカメ君が守ってんな。まあ1ヶ月ぐらいはかけるかなって感じですね。実況は続けていきたいけど、ちょっと正直どうなるかはまだ何とも思えないですね。なんかもう本当に防音設備を揃えるか、防音室、暖房機みたいなのを入れるか、なんかその資材みたいなのでどうにかなるんだったらそれするし、まあそういろいろと試行錯誤しながらやれるようには努力していきたいなと思ってますね。あとはやるゲームがまた増えちゃってよ。パープロの動画も撮っちゃったから、また広げちゃったんだよね。少しずつ終わらせなきゃいけないんだけどさ。いいね。こう、と、何、武器大全が普通に置いてあるのはワンチャン見逃す可能性があるから、なんとも言えない。ルーファクトリー4も、ん ?4 じゃないな。5やりたいしな。4のスイッチ版もやりたいしな。5やりたいしな。オーシャンズ終わってねえしな、みたいな。で、今、アップしてないけど、さっき言ったパワープロじゃないや、パワポケも合わせて新実況が、もう一個、まあ、ケロロ撮ってるんですけど、ケロロも撮っててさ、やりたいゲームがいっぱいあってさ、これボスだよね、多分ね。どうしよう。結構長いんだよな、最近ね。RPG 系、ケロロも RPG だからさ、今撮ってるの。なあ、そうなんだよね。で、最近ね、サボり癖というか、てか、疲れ、どうもやっぱり疲れる、すごく。冬もあってさ、起きてらんない、寒いから。
あ、それ暖房出さなきゃいけないんだ。去年どうしたかなと思って、ハロゲンヒーターいつもさ頭痛くなっちゃうから出してなかったんだけど、多分去年ハロゲンヒーター出してたっぽいんだよね。多分出さないと本当にまずいみたいな感じだと思った。今これ14度でしょ。なんか寒い時って9度ぐらいとかになったはずだから、まあ次の休みもう1日行って2日休みだから、今回ちょっと久しぶりにゆっくりできそうだから、その間に荷物まとめなきゃいけないのと、買いすぎちゃった、服買いすぎちゃったかった、いらない服とかやんないと。掃除しながら暖房出して。いいね、経験値がうまいね。あ、そう、それでね、やっぱトレーニング最近ちょっと、ちゃんとやろうと思ってやってるんだけど、そうするとさ、まあ仕事終わってからやるから、夜はちょっと無理で、もうすぐ帰ろうってなっちゃうんだけど、あれすぐ着いちゃったんじゃない？すぐ着いたね。当たり引いたな。だから早番の時だけ、まあ、早番と遅番があるんだけど、早番の後にトレーニングすると、帰る時間が遅番とほとんど変わんないから、早番の方が疲れるんですよね。遅番の方がゆっくりできる。で、意外と遅番の時も、よし、ゆっくり寝れるかと思いきや、なんか朝を一回目だどうしても起きちゃうんですよね。出勤がお昼過ぎとかだから、まあ、11時ぐらいまで寝てられるなと思って寝てても、で3時ぐらいまでゲームやってるじゃないですか。で、まあ8時間寝れるから3時ぐらいまで起きてられるなって思ってると、早番の癖でさ、6時ぐらいに目が覚めちゃって、でそっから二度寝ができなくてダラダラーっと起きちゃってて、こっちの部屋に行けてないよね。ね、空いてない部屋があるんだよな。ここから行けるようになるのか。でもここが最上階っぽいから、もうちょっと探索するか。上から回れる可能性も。どっちの上から回ってきた？うん。で、そんな、そう、だから、で、なんだかんだ言って、遅番とかがあっても寝不足だったんですよね、結局。で、寝不足がずっと続いてて、危ね。で、そう、休みの、あ、でも行けないね。やっぱり姉、あそこの先行かないといけないか。で、休みの前の実況撮れる時とかはもう寝ちゃったりとか、早番終わってトレーニング終わって帰ってきて12時ぐらいで、今日はもうさすがに眠いから動画撮んないで寝ちゃうかみたいな感じでさ、あんまり取れてなかったからさ、妖怪ウォッチもだから全然取れなかったんだよね。あ、玄武の間、わお、でもこれ秋のりだな、かっこいい。玄武宝天府、万人がいないみたいな。いいスパー、とここまで頑張った5分にただでくれると思いなんですよ。なんでー、うわ、現れた。ただなわけあるか、褒めが。我が義魔道教使いに鬼族の男か、ちょっと変わった組み合わせだな。玄武、妖精剣玄武宝天符を求めるものだよ。この玄武魔人、剣武魔人玄武真実を申し、真実を申してみせよ。何時らは何故我が力を求める、遠藤次第ではこの場で叩き切るぞ。昔織田信長が仲間になりたそうにこちらを見ている、仲間にする叩き切るっていうさ、あのバナーの広告がありましたよね。友を救うためか、悪くない理由だ。だがそこの鬼は何時だと違う望みに来たようだな。答えよ。
鬼よ、この試合何しに来た。答えんならば試練は受けさせんぞ。別に凍結は受けなくてもいいんじゃない、試練は。凍結は私たちがゲームマジンの力を貸してもらえるようここまで連れてきてくれた引率の先生よ。おっと、なんだ、なんだと。間違ったよね。鬼に押し受けてここまで来たのか。じゃあ力を示せ、迷宮止水の軍人。よがろう、指定ともともまとめにかかってこい。剣部魔人、剣部の試練超えてみせよ。さあ行くよ、道家先生。まあ確かに引率の先生だからな。じゃあまあ、ああ凍結いるし割となんとかなんじゃないかなって思ってるんだけど、噛みつき攻撃。うわ、なんだこれ。うわうわうわ、まあ、みんな変化をよく使っていく感じだな。必殺技のオンパレードしましょう。ゲーム攻撃なんちゃらかんちゃら。幻影体だ。石化すんのかな。蛇と言ったらなんか石化のイメージなんだけど、ネギされてるんで。そうしたらもうどんどんメンバーを交換して、待って、どうすかな。まあ、みんな変化の流れでいきましょう。今みんな変化がちょうどいい感じで入ったおかげでさ、夏目さん見えてきたってね。あ、行動不能になったわ、強いな。なんかすごい声聞かなかった今。すまないが、コモ以外が帰ってくれないか。凍結先生、ああ。これだよね、これの時に。おいよし。ここで鬼の力は初めにさ、いっぱい消費する代わりにしばらくの間無効なんだよね。無効っていうか、ああレバー勝ちだ。うん、どこにあればな。なんかさすがに玉があって言ってな。すいません、見ません。それでもあった、それでもなかった。いや、それどころじゃないから。うざく、うざくなってる間はダメージ食らわないからな。これの時は食らってないから、向こうがあれの時は食らってないから。まあ、装填重傷。あ、すげえ、しばらく動けないだけど。あー、タイミング悪い。おお食われる食われる。ヒールだ、シャキーさん。よし、回復すごいな。行動不能ちょっと厄介だね。後ろにバーニングドラゴンがたたずんでた。圧倒的強者。そうだよな、みんな変化のジータは強いからな。さすがバーニングドラゴン、見事な。あ、すいません、何時らの覚悟のほどしかと受け止めたぞ。今最低役だった。わしは何時らの、何時らを新たな力の使い手と認める。我が力の不義を解き放ち、真の使い手に宿さん。医療剣部法天府、一気に二人やれたもんな。
強くなるんだよな。でもこれようやく2本目、うん、これでジョーログモの糸を切ることができるはずだ。よくやった、つけない糸は。はい、ゲームマジン、ゲームを憑依召喚できるようになった、うん、ありますって。天上鏡を使えてよ。何時には幻獣としての悪いの力を授ける。いいよな、このディスクかっこいいよな。ありがとうございます。幻獣ディスクもありがとうございます。俺にも新しい力が、これで綾さんを助けるんだ。だからちょっと今日もね、1時間撮らないで40分ぐらいで今動画を終えようと思ってるから、うん、もう間もなく彼らを守ってやれ。うん、ありがとう。今35分ぐらいだから、もうちょっとしたら一旦終わろうかなって思ってます。それともさっき行けなかったところってあれかな、 A ランクになったところからつながってるのかな、うん、だからその地下だけやつを倒せるわけではない。やつは姫のあやめの姿を使い、坂見ハリアに自らの餌を集めさせていた。町中の至るところから大量に、なんかまだあんのかな。うん、ジョローグを倒すところまで行けるかな。行っちゃうか。すいません、全体マップの出し方を忘れました。え？あれ、パッドでさ出るんじゃなかったっけ？あれ？全部これになっちゃうんだけど。設定変わったわけじゃないよね。あ、そうだからアークの連動ができないんだけど、これが R3、R2、L2、L1 長押し変える。あれ？ここのさ、パッドの左のパッドで、あれが出るんじゃなかったっけ？こっち？あれ、雲外鏡のメニューが開けない。困った、雲外鏡のメニューが開けない。なんで？ヘルプ、移動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 、四角じゃなかったわ、四角だったわ。間違ってたのは私でしたね。四角押せなかったっけ、今押せないか。あと20分くらい一応取れるから、ジョログまで行っちゃうか。そう、あのストック、妖怪ウォッチのストックもさ、アップする前にかなり取ってたんだけどさ、まあ休止とかし、ん、休止は関係ないですね。取るのサボってたらさ、もう追いついちゃってきちゃってさ、さっきもう全部アップはして、あと、まあ、投稿待ちなんだけど、3つ4つぐらいしかストックないんだよね。僕に任せて、僕に任せて、我に力を。おお、ひょいマジ。体育館壊す気ですかね。あんだけやって食うもの糸しか切れないっていうのは、相当蜘蛛のあれは糸は強いってことだよね。よし、行くよ。はい、待って、足の指つった、びっくりした。うわ、すげえなこれ。あら危険なって分かって薬、ほんといけない人たち。おい、ハメを外しすぎたな、うちの生徒を返してもらおうか。もうすぐゲームか。ああ、そうですね。何？坂見くん。このジョログモ様の一部よく奪ったな。愚か者め。黙れ、ブレモノ。許さんぞ。おお、すぐ。速攻で正体を現した。主天道寺様。
申し訳ございません、マカラジ。お助けするために人間の力を借りました。構わね。思い知るがいい。今の俺はただ、この目障りな雲を始末することしか考えられ。ますます余裕で勝てそうでは。覚悟しなさい。うん。行くぜ、みんな。男子に値する。飛んで火にいる夏のガキが。飛んで火にいる夏のガキが。あやかしの雲姫、ジョローグ。そっか、姫じゃなかったか。お前たちも食っちまうよ。食っちまうよ。いやー、これ近寄りたくねえなー、いつも言ってるけど。おキッピーやってきたよね。なんだ。おっ、邪道法届いてなくね。ほら、あった、よいしょ。みんな行け、アタックだ。必殺技でご両手、ほら行け。いや、あ、すげえ。彼らもあれか、グレート化するのか。それは心強い。ふみちゃんが溜まってねえ。俺キューピー忘れてるね、多分。キューピーって多分行くよね。みんな平気ガード。ふみちゃんがやっぱりいるとち回復はやっぱり便利よね。どうした、イガラシ、ユウト、ハウン、ハウン、タクミくん、スコット。イケメンたちあれ切れないのかな。あ、やっぱセグメでいいのか。イガラシ、イガラシ、なんていうプレイなんだこれは。イガラシ、ふう、助かったぜイガラシ。イケメンじゃないか。なんだって、イガラシイケメンパワーだ。ユウト君、あ、ユウト君ガチのイケメンだ。あ、全員助けられるわけじゃないのか。なるほどね。暗闇に包まれたら即じゃあ交代して、フミちゃんが、いや、じゃあ遠まで行くか。あ、タイプが違うんだね。じゃあ、まあ、ここの時はきっとゲームだよな。あって、ゲーム足が遅い。で、回復したのか。ダミングさん、あ、違う、あれが遅くなってるだけだ。これさ、周り？あ、ダメだ。これさ、どうやってあれ変えるんだっけ？待って、憑依召喚もすぐまたできるんだけど。剣舞が遅かったわけじゃないんだな。つら、あれ、モンハンとかでよくこういうのあったよね。なんかロックオンしたんだよな、難しいな。あ、OKOK。タクミ君、今助けるからね。ダメだ、間に合わなかった。
あ、デックを助けらんないとあれかな、これが大変なのかな。おいしぐれ、敵全員に水属性のダメージなんだ、いいや。減で5番の水準、あ、そっか、スタミナか。パフェ引きのした、ペリースコット、スコットブラボーディモールとこしたくん、あ、くそ、たくみくんが待って、みんな変異でヒール回復しよう。いや、結構大変だね、なんでやねん、やっぱみんな助けられるかどうかで変わってくるね、これね。もう状態異常になったら即変え、あれ変わってないね。流星おひはははは、これやってる間ちょっとこっちがね動けないから、なんとも実素晴らしいね。でも多分何かしらの能力が上がったりしてるから、これ五十嵐助けられるかな。五十嵐大丈夫か、ギリギリ間に合うかな、間に合わなかった、あ、助かった、いけねえ、みなぎし全員助けた、いけ、みんなシャドウサイドで頑張ってくれ。今捕まってなかった、捕まってるよね。出てくるのが早いんだよな。ありがとうちゃん、間に合わなそうだな。いいね、お願い、みんな頑張れ、先生交代、秋よりか、でも秋よりも強い、鬼族の妖怪スキル、ちょっと鬼サンキューな、声もイケメンだったな。私は自由だ、なんかジョルグも今止まってる、ショーンイケメンパンチ、ショーン、チャンスだ、いけ、あ、すごい勢いでショーン今吸い取れる、いけいけ、ショーンパンチ強かったぞ。イケメンパンチ強かったな。無敵になった、はい、またあれか、これはジータン、やったね、
また遠くから撃ったのか。起動した。イケメンパンチ強かったな。あやめさん、あやめさん、しっかりして。じゃあやめさんはなんで妖怪見えてたの？たまたまってこと？くしょー。憑依の時間の話聞いたら、もはやあの子のあの娘の魂は燃え尽きている。そんな、くそー。あ、ヒールか。おう、やっぱり姫か。夏目、私これ何？へえ。あの力はまさか。そんなはずは。引き上げるぞ、ゾケス。今我らも傷を癒さねばな。夏目さんでしたね。今じゃあ力が目覚めたの？へえ。鬼の子だけど、そしたらん？鬼の子じゃねえか、鬼の姫か。やべえ、時間がギリギリだ。おめでとう。ありがとう。ジョロ軍もずっと私に取り付いてたなんて思わなかった。いやいや、でも探偵団にいる資格は別になくても大丈夫ですよ。じゃあ普通に霊感体質だったってことかな。あ、ひろみくん、ありがとう。ごめんなさい、ちょっと時間が厳しいから、ちょっと。はっ、大丈夫？大丈夫？なんだろう、この感じ。ちょっと早足で申し訳ないけど、なんかイベント入りそうだな。あ、よかった。よし、区切るぜ。お、姫の目覚め。あ、なるほどね、目覚めたんだ。じゃあ一旦区切ります。お疲れ様です。さよなら。